どうもこんにちは、しゅんじです。先日ね、大きな恐竜アパトサウルスを、開封ご紹介したとこなんですけど、またまた多分ね、アパトサウルスより大きいと思いますね。こちらジュラシックワールドサバイバルキャンプスーパービッグカルノタウルスブル見ていきますね。大迫力の巨大なスーパービッグカルノタウルスブルと遊ぼう。大きく開けた口の中に別売りのミニフィギュアをたくさん入れてお腹を開けると出てくるよって書いてますね。スーパービッグ系 T レックスに、インドミナスブルーもね、同じアクションが、ついてましたね。そう、箱がねすごいねかっこいいですね。ブルがいてます。で、くるくるっと回して、横はこちらで、後ろはこんな感じとなってますね。サイズここに書いてますね。99センチって書いてる。で、39インチ。アパトサウルス確かね105センチだったから、ちょっとカルノタウルスの方が小さいですね。では早速ね、箱から取り出したいと思います。はい、バラバラのカルノタウルスブルね取り出せました。では組み立てていきますね。足をねセットします。バチッとねこれはめていくだけですね。反対側も同じようにセットして。硬いですよね結構ね、これね。はい、行きました。で最後尻尾をセットします。前ねインドミナスレックスがなんかこう形がおかしな尻尾でセットできなかったんですよ。これは大丈夫です。入りました。カルノタウルスブル組み立てれました。いや、相変わらずこのスーパービッグ系はね本当に大きいですね。迫力がある。でこちらね取扱説明書が入ってたんですけど、日本語でね書いてくれてるんですごいありがたいですね。はい、開けると組み立て方がね書いてますね。こんな感じで、で、後ろには遊び方が書いてます。口の中にミニフィギュア別売りを入れよう。およそ20個のミニフィギュアを入れることができますって書いてますね。マテルのちっちゃいフィギュアですかねを20個ぐらい入れれるよって書いてますね。まあアニアでもね入れれますよこれ。でお腹のドアを開けると、ミニフィギュアが出てきますって書いてますね。下からね取り出すことができるようになっているのは他の、スーパービッグ系と同じですね。ではスーパービッグカルノタウルス、こちらの方を見ていきますね。まず大きさ、全長が99センチって書いてましたね。アニア、ジュラシックワールドサバイバルキャンプのこちら、ブルですね。カルノタウルスブルを横に置くとですね、はい、こんな感じとなってまして、めちゃめちゃちっちゃい。なんかいつも見てるアニアじゃない感じ。すごいちっちゃく見えますよね。うん、すごい。ちょっと口開けまして、もうアニアがポッとね、もう口の中に入っちゃうぐらいのね、大きさなんで、本当に大きいです。こちらもね、最近出ました。メガアタック T-Rex ですね。を横にね、置くとこんな感じ。いやーもうこのメガアタック T-Rex もそこそこサイズ大きいんだけど、いや、これも小さく見えるぐらいの大きさですね。カルノタウルス、そういえばね、新しいフィギュア出てたんで、こちらともね、ちょっと比べたいと思います。これめっちゃ可愛いんすよ。頭の上のね、ボタンを押すと、こう、瞬きするっていうね、ベビーカルノタウルス。いや、僕のこれ、お気に入りです。めちゃ可愛い。こちらを横に置くとね、はい、こんな感じ。色はね、全く同じですね。サイズは当然違うけど、色は全く同じ。ただこの目のクリクリ感とかはね、こっちの方がかなり可愛い仕様になってますね。もう一体、少し前かな、これ出た、カルノタウルスブルーですね。はい、ここに怪我してて、ちょっと、暗い感じのね、ブルーなんですけど、あとね、尻尾を動かすとこんな感じで首がね、動くようになってますね。こちらを横に置くとね、はい、これもね、メガ T-Rex と同じですごいね、ちっちゃく見えます。ではね、スーパービッグシリーズの恐竜フィギュア、ちょっと持ってきたんで、一緒に並べたいと思います。置けるかな?はい、こちらブルーですね。ブルーとは大きさは、同じぐらいかな?同じぐらいですね。で、こちらがスーパービッグで一番初めに出た、恐竜フィギュアですね。T-Rex になります。このね、肌、頭の形とかめちゃめちゃいいんですよ。かっこいいんですよ。また肌の色とかも綺麗ですね。で、最後こちら、スーパービッグインドミナスレックスですね。いや、かっこいいね。やっぱりね、人気高いっすよね、インドミナスはね。そう、スーパービッグシリーズの恐竜4体並べるとやっぱりね、迫力ありますね。ここに置いてませんけど、ブラキオサウルスにアパトサウルスもね、大きいし、あとモササウルスですよね。これもね、3個あるんで、もう部屋ね、埋まっちゃって、こうね、こう歩くところがなくなってきちゃいますね、これね。それではこちら、スーパービッグカルノタウルスブルをね、見ていきたいと思います。まず稼働するところなんですけど、口がね、開閉するようになってますね。上のところが動いて、あと下顎もね、稼働するようになってて、ガバッとこんな感じで、小さいミニフィギュアを口からね、パクパク、食べさせることができるようになってます。で、口閉じて、で、首も、これ首もね、動くようになってるんだ。こんな感じで、こうね、回せますね。短い可愛い前足が、くるくる回せるのかな?ちょっとだけ、
動かせますね。こんな感じで動かせて、で、がっちりした後ろ足なんですけど、お、カチカチ言いながらこうね前後に動かせますね。反対側も動かせて、あと足首が稼働します。で、開けたりは、ああ、ちょっとだけ動くかなって感じですね。で、説明書にもね、書いてあったんですけど、この下のとこですね、ここの蓋が、お腹あたりのところがね、パカッとこう開けて、中に入った恐竜フィギュアを取り出すことができるようになってますね。で、DNA コード、ごめんなさい、これね、足底に DNA コードないですね。僕あると思ってたら、ないんだ。そう、ジュラシックワールドファクトのアプリを使ってね、DNA コードを読み込ませることができると思ってたら、これ DNA コードがありませんでした。すっかりあるものだと思ってましたね。で、長い尻尾なんですけど、こう、くるくる、あ、横だけかな。あ、縦にはそんな動かないな。横に稼働するようになってますね。あと、回せたりもしませんね。これ回んないですね、これね。で、この真ん中からアパトサウルスと同じですね。こう、くるくるね、回せるようになってます。で、この真ん中からこう、先端にかけては、まあ、硬いけど、ちょっとね、材質が違いますね。ちょっとだけ柔らかくなってますね。はい、稼働するところはこんな感じです。近でカメラ手に持って見ていきますね。色は茶色カラーの、カルノタウルスで、で、上のところが、焦げ茶色ですかね。黒っぽい色になっててね。またこの柄がね、かっこいいですね。胴体の後ろのところまであります。尻尾には柄ないですね。木の頭、形いいですね。これで上のところにこの特徴的なね、角みたいなのがね、突起が生えてて、で、ブルは頭に怪我してるんですよね。ここね、赤くなっちゃってて痛々しいですね。で、鼻があって、またこの皮膚のね、このザラついた感じ、この辺の造形なんかもすごいリアルで、で、目の周りね、ここの造形がすごいいいね、かっこいいですね。で、さっき開けたんですけど、口がガバッと開くようになってて、メイプ開けるとね、こちらですね、ガバッと開いて、で、ここからこうフィギュアを入れれるようになってるんですけど、口の中ね、舌があって、あと歯もね、ずらっと並んでて、かっこいいなぁ、この形ね、いいですね。後でね、恐竜フィギュア入れたいと思います。で、首が稼働するようになってて、首のとこね、シワシワになってますね。で、体全体に、このね、小さい突起がずらっとね、こう生えてるんですよね。はい、こんな感じ。だから手で持った時、ちょっとね、痛いんですよ。小さい突起がいっぱい生えてるんでね。で、背中に柄があって、で、あ、体、ここにもね、傷がある。結構いろんなところに傷があるんですね、ブルね。短い、前足なんですけど、かわいいですよ、これ。4本の指があって、で、くるくるっとね、回すことができるようになってますね。はい、で、反対側も、同じように稼働するようになってますね。で、反対側にも、これ傷ですよね。シワじゃないよね。傷がありますね。で、足のところとかも、この辺も多分傷でしょうね。で、がっちりした後ろ足なんですけど、この膝のところね、このちょっとシワが寄ってる感じ、この辺の造形もすごいいいですね。で、足ですね、後ろ足の爪のところ、綺麗に塗装されてますね。反対後ろ足ですね、すごい大きな筋が入っている。で、膝に、あー、すごい、ふくらはぎのところ、ボコッと膨らんでますね、これね。はい、で、爪のところね、これ綺麗に、こちらも塗装されてますね。はい、長いね、尻尾なんですけど、横にこう稼働するようになってますね。いや、スーパービッグね、塗装も綺麗だし、またね、細かいところまで本当にね、よくできてるんですよね。作りがね、本当にいいです。で、ちょっと角度変えましょうか。これね、下に角度変えて、こうしてね、この前にちょっと恐竜なんかを置いて、こう追いかけて食べようとしてるね、ポーズを取ることができたり、今度逆ですね。そう、状態をこうしてね、吠えてる感じにね、セットすることもできるようになってますね。小さいね、恐竜フィギュアの方ね、ちょっと入れますね。こちら、マテルのミニフィギュアトリケラトプスですね。アニアよりちょっとちっちゃいです。はい、口にポコッと入れます。もうやっぱり、ね、サイズちっちゃいから、これ20個ぐらいね、確かに入りそうですね。はい、ここからはね、ちょっとサイズ大きめのアニアを入れていきましょう。最近発売されました。シノケラトプス。これもね、もう余裕で入っちゃうんですよ。これすごくないですか、これね。パクッと入っちゃいます。で、さっき登場しました、こちら、カルノタウルス、ブルですね。アニアのブルです。最近発売されためちゃめちゃ迫力のある、こちら、スピノサウルス、二足歩行のスピノサウルスですね。はい、これもね、入るかな？ちょっと足の角度変えて、あ、入ります、入ります。で、次はね、こちら、首が長いブラキオサウルス。これも多分入ると思う。あ、入るかな？いやいや、ちょっと無理だったらやめますね。
あ、これちょっとやめときます。ちょっと怖いからやめとく。ではこちらね、ステゴサウルス。ステゴサウルスもいけると思うんだけどな、無理かな。あー無理だ。では次はね、こちらアマルガサウルス入れますね。アマルガサウルスは入りそう。あ、入った入った、入りましたね。最後にティーレックス入れましょう。はい、ティーレックス入りました。あ、入った入った。はい、ここにいてますね。この辺まで来てます。でも振ったらもうちょっと入るかも。あ、もう一体ぐらいで頑張ったらいけそうなんですけど、ちょっとやめときますね。パクッとね、食べさせた恐竜フィギュアの方を取り出しましょう。横にして、これ下のとこね、パカッと開けて。あ、出てきました、出てきました。トリケラトプスがひょっこり出てる。かわいいですね。はい、まずね、これ、アニアじゃないんですけど、マテルのミニフィギュア1体に、はい、で、ここからはね、アニアですね。出てくるかな？よいしょ。そっとね、塗装剥がれちゃったらダメなんで、そっと。はい、まず、アニア1体。で、スピノサウルス。これ大きいのによく入りましたよね。2体。はい。で、3体。振りました。あー、出てきた。で、4体。最後、5体ですね。アニア5体と、マテルのミニフィギュア1体、入りました。そう、あとね、頑張ったら2体ぐらいにアニアのフィギュア入ったと思います。こちらジュラシックワールドスーパービッグカルノタウルスブルを見たんですけど、やっぱりスーパービッグシリーズはね、サイズがとにかく大きいんで、いや、かっこいいんですよ。めちゃめちゃかっこいいんですよね。ブルね、アニメの中で頭怪我しちゃったんですけど、その辺なんかもね、きっちり作り込まれててね、よくできてましたね。そう、スーパービッグシリーズね、僕ね、インドラプトルが来るだろうなって思ってたんだけど、いや、カルノタウルスブルがね、先に来ちゃいましたね。いや、次スーパービッグなんだと思います？アニメの中でね、出てきたスコーピオスレックスか、どっちかですよね。どっちにしても黒いね。どっちにしても黒い。次ね、スーパービッグシリーズで出るんだったら、この恐竜っていうのがなんかあれば、ぜひね、コメントで書いてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。